ウルスは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが製造販売する高級 SUV 型自動車である。ウルスウルスウルスの車内 V8 ツインターボエンジン、昨今の SUV ブームの中、高級ブランドメーカーの多くも、SUV を開発、発売していることを背景に、ランボルギーニから発表されたモデルである。ランボルギーニは、過去に1980年代後半から1990年代、 前半にクロスカントリー 4WD である LAM002 を発売していたが、クロスオーバー SUV の発売は初である。ランボルギーニでは、スーパースポーツユーティリティビークルと称している。2012年に開催された、北京モーターショーにて、SUV コンセプトカーとして発表。2017年12月4日に、イタリアのランボルギーニ本社にて、市販型が正式発表され、 2018年からデリバリーが開始された。基本コンポーネントとしてランボルギーニを参加に持つフォルクスワーゲングループの共通アーキテクチャー PL7XK プラットフォームを採用している。同プラットフォームはグループのアウディ Q7、フォルクスワーゲント・アレグ、ポルシェ・カイエン、ベントレー・ベンテイガで使われているが、ウルス開発にあたり、 サブを標榜するべく大幅な独自の改良が施された。エクステリアでは、2、3はボディ、1、3はウィンドウというランボルギーニのスポーツカーの原則を踏襲している。最高出力 650PS、最大トルク850十ノメートルの V 型8気筒等4.0リットル DOHC32 バルブツインターボエンジンを搭載し、最高速度は SUV 発の時速 305km。なおターボエンジンを搭載するモデルを発売したのは、同社では初である。走行モードは、ストラーダ、スポーツ、コルサ、バーサリーモードから選択可能。また、テッラとサビアもオプションで選べる。四輪ソーダも採用され、小回り性の向上に寄与している。ウルス外用、ランボルギーニウルス、V8 エンジン搭載が確定。 同社初のターボ社に、レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2017スラッシュ12スラッシュ02スラッシュ303240ドット html。ありがとうございます。